泣いてる。こう怖いんだ。大丈夫だよ。いやでも全然怖くなった。怖くなった。こんにちは。お一人お一人で点点なんか違う。なんか持ち上げてないですか。持ち上げてないです。誰？漢字の一人で。あ、全然違う。8.9 なんですよ。でしたら今日は健康診断の血液検査っていうことですね。この前のアレルギーのちょっと追加見てもらいたいと思います。ちょっとすいません。頭の方は消毒していただいて、なんかどうです？一応落ち着いてきたとか落ち着いてないですか？できたばっかりで、ぐちぐちでき始めちゃって。確かに、なんか、一見見た印象だと同じ感じなんで、あ、本当ですか。あ、本当だ。なんかこういうところにもちょっといくつか隠れてあって、なんで多分毛に隠れてちょっと分かりづらいんだと思うんですよね。で、できたらちょっと、で見えないところはちょっとやっぱり飲み薬って効かした方がいいと思うんで、で抗生物質って体に大丈夫なんですか？飲みすぎて。もちろん飲みすぎは良くないです。ただ、前回1週間飲んで今回1週間ぐらいとか、それぐらいは全然何ヶ月もって飲んだらって感じ ですけど、もしそのもうちょっと飲まずにやりたいなってことでしたら、もう見つけて消毒してもらえればこういうところとか、なんで、じゃあ一応消毒をお渡しするんで、ひたすらじゃあもうちょっと分けかけていただいて、もう確かもう見つけて全部をやれれば別にそれでいいと思います。はい、頑張ります。はい、そうですね。はい、今日ちょっとあれなの、ドキドキしちゃうかもしれない。怖いかな。大丈夫です。ちょっと体のリンパ触らせてください。ごめんね。ごめんね。じゃあですね、ちょっと後ろ足の血管を見せていただくので。来たぞ。すいません。くださいね。頑張ったからね。頑張って。言ってされちゃう。頑張って。すごい気持ち。えらい。どうだね、すごいな。えらい。あ、上手だね、すごいね。何でも。えらかったね。えらいね。聞いた目を。もうやだね。ちょっと院内の先生、ちょっとお時間かかりますけど大丈夫ですか？すいません。でも皮膚病自体はなってます。でこれはシミですね。なんでこれはもう治った後なんで、でこれはちょっと2箇所、この前にシミが抜けることもあれば残ることもあるんで、ですけど皮膚病としては治ってます。はい、お願いします。はい、すいません。ありがとうございます。血液の割合のヘマトクリット、血色素の量、貧血等ないですし、
まあ、養生体を示すタンパクの量とかバイ菌と戦う白血球とかで使用等級化症がちょっと少ないんですけど、一応まあ50あれば生活には支障ないんで119でしゃべって問題ないと思います。で GPT と LP 肝臓の値ですね。で血糖値と BUN クレアチンは腎臓の値で、一応まあ、あの検査範囲内では大きく異常なかろうと思ってますんで、はい、はい、なんかよくノンフォクテリアって血小板がみんな少なめって、はい、なんか犬種で血小板のあれが大きいとかって言われてるんですけど、そうですか、はい、それはあると思います、はい、であの大きいやつは機械読めないんですよ、はい、なんであの一見少なそうに見えるというか、ね、はい、ですけどちゃんとありますって感じです。先生に言うの忘れちゃった、はい、さっき右もなんかこう書いてるって赤いんですよね、はい、これも一緒ですかね。外旋なんですけどだと思うんですよ。ちょっと中のぞきますね、はい、でこうただ書いてるから、あいや、何ですかね、書いたから赤くなったんじゃなくて、はい、赤いから書いただと思うんですよね、右耳だけですかね、はい、あでも中は確かにそうでもなくて入り口メインっていう感じなんですけど、これ外耳炎なんですけど、これも外耳炎は外耳炎でもアレルギー性外耳炎って感じ。あえなんか、ね、ちょっと反対見ますね。あすいません、あお父さんこちらからいくな。すいません、よいしょ、ごめんなさいね。あでもちょっと赤いな。奥そうですね、奥はこっちもなんで、もしあれでしたらちょっと両方そうですね、うん、で右の入り口はできたらちょっと消毒も、ただちょっと消毒注意点がありまして、結構べちゃべちゃのやつをこうブチューってやって中入っちゃったらまずいんです、うん、ある程度切ってたら中には入らないように、はい、あうん、問題だらけだね、きっかけ。じゃあなんかちょっと一瞬ちょっと押さえさせてもらってもいいですか、この押さえに。このガリガリちょっとまあ同じように取れるようでしたら、はい。こういうところにもこう、あの皮膚と同じようなのが、落ちが、はい。取れないかな、うん、はい、で、すみません、お薬を、ワンプッシュ、そうですね、おはようございます。頑張りましたね、しっくん。どうも。